はずなのに、チームの中でも一番小さい。みんなに身長を抜かされていって、試合でも当たり負けしてしまう。身長が原因で選考会に外れてしまった。大きくなりたいんだけど、なかなか結果が出ない。朝食偏食で量をたくさん食べることができない。料理がめちゃめちゃ苦手なんだけど、今身長の見盛りのお子さんのために頑張ってあげたいっていう保護者の方さん、本当悩まれてるお声たくさんいただくんですね。皆さんこんにちは、アスリートよチャンネルの神谷です。こんにちは。今日はですね、冒頭にもあったように、身長体重アップに関するお悩みをたくさんいただきますね。身長体重増やしてパフォーマンスアップしていきたいっていう小中高生の保護者の方からのお悩み相談だったり、体が細くて背が伸びないって悩んでる選手だったり、保護者の皆様からお問い合わせをいただくことが非常に多いんですけれども、今日は身長体重アップのためのみ、じゃあ何をしていってるの、どうやったら半年で11センチ10キロアップしたの、高校生で諦めてた選手が1ヶ月で 2.5 センチ伸びたの、2年間で150から180センチまで行って、進学先まで決まってっていう風になっていったのか、そんなお話をしていきたいなと思います。私ですね、小学生からオリンピック選手まで1000人以上の選手たちを栄養サポートを行う会社をしておりまして、そんな中でですね、今日はね、身長体重アップのお話ですよね、していきたいなと思います。もう皆さん一番気になる話題なのかなと思うんですけれど、身長って遺伝と、まずはね、諦めてませんかね。その遺伝を最大限伸ばしきるためにも、成長ホルモンっていうところで言うと、運動だけじゃなくて睡眠も食事も重要なんですね。で、選手たちの場合ね、オーバートレーニングも気をつけないといけなかったり、睡眠もね、スケジュールによってはなかなか睡眠取りづらいっていう選手もいるかなと思います。もう睡眠も運動も、もちろん改善ポイントではあるんですけれども、食事のところも、もうなんかなおざりにしがち。選手たちで言うと本当に栄養不足になりますね。足しても足しても足りません。選手たちのお母さんと選手とはもうガツガツ足してるんですけれども、いやどうしようね、どうしよう、もうこのまま行ったら身長伸びなくなるよみたいな時がね、もう多々あります。危ないねっていうね、赤信号ポイントね、多々あります。それをね、どういう形でやってるかと、必要な量を、ね、的確に解決していくっていうことが非常に重要になってきます。まあ、競技でいうとサッカーだけじゃなく、野球もラグビーもバスケもバレーも水泳もトランポリンもフィギュア、ゴルフ、スキー、あとアメフト、レスリング、カグラって格闘技系、まあ、総合格闘技系もいますね。何言ってないかな。いろんな競技の選手たちが、まあ、小学生から大人の選手たちまでいるんですけれども、どうやって身長を伸ばしているかというと、まずは1つ目は現状把握ですよね。ここは非常に大事です。ここを的確に把握しないと、まあ、未来もあるんですけれども、各種ね、いろんな検査を用いて徹底的に分析をします。栄養的に解析をします。選手たちで言うと、よくね、病院に行って、いや全然大丈夫って言われたんですけどって言って、アスリートの基準として、まあ、各競技によってね、異なってきますが、必要な栄養素も異なってくるんですけれども、そういった観点から栄養的にね、その検査を見ていると、いやもうこれ練習ストップだよみたいな、まあ、そういった、まあ、競技の選手もいますね。あと成長期の選手にとっては、このままでは身長がみたいな選手たちもいますね。この先生はあくまで病気かどうかを判断していくので、そこから先ですね、この部分を、じゃ食事に落とし込むっていうところを、アスリートの栄養サポートっていうところでは行っています。でさらにですよ、選手たちに言うと、じゃ現状改善すればいいのかというと、そういうことではなくて、なんとかの試合で活躍したいとか、そのためには、じゃ体組成ってこういう体格が良くてとか、バテを改善したいとか、いろんな課題がありますよね。そうやってこうステップ、いろんなステップあるかなと思うんですけれども、その目標に向かって、まずは今現在地が分かった状態かなと思うので、目標と現在地のこのロードマップをね、敷かないといけないですね。このロードマップをしっかりと敷いて、その上でこう階段をね、登っていくっていうのが必要になってくるかなと思います。アスリートね、個別用サポート、いろんな選手がいるんですよ。いろんな競技も増えてるんですが、小学生のね、サッカー始めたてみたいな選手もいれば、海外で活躍している選手もいたり、いろんな選手がいるんですよ。もうちょっと遡っていくと、高校生でも、じゃあクラブチームでユースで活躍している選手もいれば、高校で日本一目指してとか、選手権出てっていう選手たちもいますね。代表に選ばれてっていう選手たちもいます。でさらにそれを遡ってくると、中学生のユースなのかとか、トレセンなのかとか、クラブ部活動なのかとか、いろんな選手たちがいますね。でそこから小学生に行ったら、いろんな選手たちが在籍してる中で、未来が見えますよね。あの選手たちがこういう未来辿ってきたから、あ、こういうぐらいのレベル感で食事まで持っていっておけばバテないなとか、この時にはこういう試合があるから、こういう遠征があるから、この時に体力を消耗しやすいということは、ここまでにはこれぐらい身長や体重がないとトレセン選ばれづらいなとか、そういったね、選手たちの、これまでの選手たちのデータの蓄積をもとに、じゃあこのロードマップをね、今ここを歩かなきゃいけないなっていうところを、選手たちのレールを敷いて、毎月ね、課題を、このミッションをね、こなすかのように、最短でね、目標達成を目指しています。
こういった形でこの道をね間違えるとやっぱ遠回りなんですよね。特になんですけど、身長体重アップに必要な鉄とかプロテインとかこういったあたりってもう何万種類と何千種類とあるんですよね。そういった中から一番適切なものね、やっぱり種類もあったり入ってるものも違いますね。選手によったらアンチドーピングを取ってるものも必須になる選手もいるかなと思います。そういったいろんなこう選択の項目って選手によって異なってくるんですよね。それをピックアップした上で、じゃあいくつかに絞った上で、じゃあどれを取ろうかと選手たちとね相談しながら最短でねこの道を歩いていくわけですよね。毎日選手たちと、いやもうあれはどうしようか、これをどうしよう、こういう場合はこうしてこれ取っといてとか、もう結構毎日食事のアップデートを繰り返していってるかなと思います。選手たちでよくあるのが、もうほったらかしは一番良くないです。イベントとかもそうなんですけれど、一回ね、あ必要量これぐらいなんだと思って、その放置が一番良くないです。食事のレベルアップをしていかないと、いつまでこのレベル1で止まっている場合ではないんですよ。目標を達成したいのであれば、ちゃんと食事のレベルも変えていくっていうところが重要かなと思います。あるトップ選手の海外にね、今遠征中で世界大会とかを控えてる選手とその話をしてて、どう最近調子いいって聞いたら、調子いいですって言われて、コーチに聞いても、調子いいです調子いいってなんだよみたいな。調子いいということは次のレベルに行きたいんです、なので食事を変えましょうって話をして、そうなんですねみたいな、調子いいからこれでいいと思ってたみたいな、そんなわけあるかいみたいな、もっとレベルを高く行きたいんでしょみたいなお話をして、メダル取りに行くね、もう努力、もう必死の努力を積んでるんですよ。その選手たちと、まあ、どうしようか、ああしようか、もうそれはきついですとか言われながら、毎日ね、選手たちとパフォーマンスアップを目指して頑張ってるかなと思います。ちょっと話がずれたかもしれないんですけど、そうやって今足りないものを適切に積み上げていった結果、選手たち半年でじゃあ11センチ伸びるって、もう驚異的なことなんです。で、それって無駄なものを全部省いて、出の限りね、身長を伸ばそうって一個一個を見直していった結果、選手たちの成果につながったのかなっていうのは感じています。身長が150から180センチ伸びた選手でも、最初チームの中でも全然エースとかでもなくて、全くスタメンにも選ばれないっていうところから、ぐん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 伸びていって、今ではもうエースどころか、それで進学が決まっていったっていうところもあって、選手の技術もあるんですけれども、これからがね非常に楽しみかなと思っています。もうそういった選手たちを見てると、もう選手たちの努力が本当に素晴らしかった、もう尊敬するぐらい。しんどくないの、辛くないのって聞いても、いや必要だからやりますっていう選手、本当トップ選手と同じこうマインド持ってるなっていうのは感じてるんですけれども、必要だからやります、必要だからまあ携帯は見ないで早く寝ますとかも含めて、友達と本当は喋りたいけど、自分にとっては身長を伸ばしてパフォーマンスアップしたいんだっていうところで、お母さんが例えばご飯用意してくださっていても、いや本当はきついけど、いや自分のためにあと一口食べておこうとか、その思いが成果を出している選手でいると強いなっていうのは感じています。お母さんたちがね用意してくださっても、なんか最後もう嫌って諦めちゃう選手もいるんですよ。だからそこのなんか人食いしばりじゃないけれど、無茶な量を食べてほしいわけでもないし、吐いてほしいわけでもないんですけど、そういったこのちょっとした人踏ん張りっていうところは非常に重要なポイントじゃないかなっていうのは感じていますね。いやでもね、選手たちもう本当に楽しそうなんですよ。伸びてる選手たち楽しそうだけど悔しそうでもあるな。身長伸びてるんだけど体重がねとにかく増えない期間があるんですよ。身長それだけ伸びてるから、そうするともう泣きそうになって、体重が増えないんですよどうしようとか、身長止まりかけてきたら今度それはそれで身長が止まりかけそうですどうしましょうみたいな頑張ってるからね、非常に私たちもね背中を押しているかなと思います。もう本当選手頑張ってるし、もうめちゃめちゃ尊敬だなっていうのは感じています。まあ、楽しく食べないとね消化吸収も良くないから、そのあたり結構重要なポイントかなと思います。まあ、成長期って限られるんですよね。小学校5年生ぐらいから、男の子で言ったら中学2年生ぐらいまでっていうところで限られるので、もう3センチ伸びてるとかになったら、もう今すぐ食事変えていかないと、ちょっとそこはこう難しいと思ってもらえるといいかなと思います。1ヶ月に対して1センチぐらいの状況ぐらいからもう早めの行動、それぐらいしていけると、とっても切れるカードがたくさんあるので、まあ、手段がねたくさん取れるのでいいかなと思います。後になればなるほど出るカードが限られてくるので、伸ばしてあげたい気持ちもありつつも、いやもうこれいやーでな重要になってくるんですよ。年齢が上がるごとに進路とかにも関わってきますし、そういったところはね結構私たちもこう伸ばしてあげたい気持ちもありつつも胃が痛みますよね。伸ばしたいんですよ、早く相談しなさいっていうのは思っているポイントかなと思います。すごい熱く語ってきましたが、普段は鉄取りたいねとかお話をしていますが、実際のところやっぱり早く解決して選手たちが結果を出したいと思っていると思うので、ここにこう導くためには、それぞれ自身の必要なロードマップをね敷いて企画に歩んでいくっていうのももう非常に重要になるので、今日はねちょっと動画を送りました。もう
ちろんクリニックでの診療も大事だと思っています。そこがあるからこそ、その上でその食事に落とし込んでいかないと結果に変わっていかないんですよね。診断も適切にしてもらった結果、ちゃんと食事に落とし込んで毎日の生活習慣に落とし込むっていうところが非常に成果を上げるためには重要かなと思うので、もう実際にクリニック行ったよみたいな方はそこはちょっと意識してもらえると非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあどうしたらいいのかわからない、そんな人は栄養診断というものを公式LINE内で行っております。あなたにとって今何が足りないかっていうところを90分しっかりヒアリングした上で解決に導いていきますので、ぜひぜひそちらも参考にしてみていただけたらなと思います。公式 LINE から取れるようになっているので、ぜひ参考にしてみてください。身長体重アップについても、まあ、これまでのね2000人以上のこうノウハウの中から身長体重アップにもうフォーカスをして今までのことを詰め込んだイベントをね開催します。2月末ですね開催するので、ぜひそちらももう要チェックというか、もう困ってる人はぜひ来てみてほしい。もう私がお話できないと解決できないんですよね。見てくださっててもあなたのこの何が足りてないかがわからないので、ぜひぜひ来てみていただいて、今まで以上に準備にも時間かけてきたので、その辺ねぜひ楽しみにしておいていただけたらなと思います。2024年めちゃめちゃ楽しみなことが盛りだくさんです。選手たち身長体重アップのためのちょっと精度高いツールも取り入れたりとか、でもめちゃめちゃ楽しみ。選手たちが笑顔で最高の笑顔の瞬間を作れるように私たちも取り組んでいけたらなと思っております。皆さんとお会いできるのを楽しみにしているので、ぜひチェックいただけたらなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。アスリート栄養チャンネル、北みのりでした。